ドジャースは30日、日本時間31日、敵地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第5戦で勝利し、2020年以来4年ぶりのワールドシリーズ制覇を飾った。試合後にはシャンパンファイトが行われ、大谷翔平投手も大興奮。そんな中で、すごいパワー、何をやらせても習得が早い天才と、意外な特技に騒然としている。実際の様子。 大谷翔平は、すごいパワー、シャンパンファイトで発揮した、新技、二反共試合後には地区優勝後、地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズを突破した後に続く4度目のシャンパンファイトが行われた。リーグ優勝決定シリーズ後には、もう1回やって今年終わりたいと語っていた大谷だが、世界一達成の美酒には、最後は最後で一番格別のシャンパンファイトなので、先はないですし、 存分に楽しみたいと思いますと笑顔を見せた。ナインや球団関係者と歓喜を分かち合い、大谷は美酒を掛け合った。そんな中、ファンが注目したのがシャンパンの開ける、早さ、だ。地区優勝後に行った初のシャンパンファイトでは、なかなか戦が開けられずにテオスカーヘルナンデス外野手が教える場面があったが、この日は手元を見ることなく即開封していた。たった1ヶ月で、急成長。 した姿にファンも驚きを隠せない様子シャンパンのコルク開けるの手際良すぎる、もう見ないで一瞬で開けられるとは、ものにしてからのこなれ感がすごいわら、普通こんな風に片手で一回ひねるだけで外れないですよね、わら、四回目だからさすがになれたんですね。わら、逆に飲む人の開け方じゃないかも、わら、とどよめきが走っていた。